どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ちょっと細かい話まとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、まずね、 JCB のクレジットカードで全国の JR ウェブチケットサービスで JCB を利用すると最大 20% キャッシュバックということで、こちらね、結構熱いキャンペーンが来ております。JR 北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州ということで、こちらでですね、JCB 利用していただくとですね、20% 上限1000円がですね、キャッシュバックされるキャンペーンが来ております。で、期間がですね、2023年10月の16日から11月の15日ということで、エントリーもですね、来週の月曜日から、利用期間も来週の月曜日からっていう風になりますんで、この動画が出てるのですね、10月の14日っていう風になりますんで、まだね、こちらエントリーも、まだ開始になっておりませんし、キャンペーン自体もね、開始になっておりませんので、この点はね、注意してください。来週の月曜日からね、エントリーすることができます。こちら公式サイト載せておきますのでね、ぜひエントリーね、しといてください。で、今回のキャンペーンなんですけども、JR ウェブチケットサービスにて、JCB マークがついているカードを利用すると、キャンペーン期間中のご利用代金より最大 20% キャッシュバック上限1000円っていう形になります。で、20% の上限1000円っていう風になりますんで、5000円のね、までのね、利用が対象っていう形になります。で、対象サービスが、エキネット、スマート EX、エクスプレス予約、E5489、四国スマートエキちゃん、JR 九州インターネット列車予約ということで、まあ、こちらね、新幹線等々もね、利用することができるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。で、またね、カード複数枚お持ちの方や、家族カードのお持ちの方は、カードごとにエントリーが必要ということで、ご利用金額はエントリーされたカードごとに個別で集計されますということで、こちらね、複数枚の利用もね、OK っていう風になっておりますんで、JCB のカードですね、保有されている方は利用していただければな、なんていう風に思います。で、対象サービスがですね、こちらに書いておりまして、リンクもついておりますんで、まあ、こちらでね、利用していただければ OK っていう形になります。で、キャッシュバックの時期なんですけども、2024年の3月上旬にね、順次付与っていう形になりますんで、で、今回のね、キャンペーン対象となるカード発行会社はこちらということで、こちらがですね、対象のカードっていう風になっておりますんで、ぜひね、ご自身持たれているカードね、見ていただいて、これにね、持ってないか、ぜひチェックしていただければな、なんていう風に思います。まあ、楽天カードとかもね、入ってますし、ペイペイカードとかもね、入っておりますんで、まあ、持ってる方ね、結構いらっしゃるんじゃないかな、なんていう風に思いますんで、ぜひチェックしていただければな、と思います。それでは次にですね、もう一個 JCB なんですけども、2023年の秋からですね、まあもう秋入ってるんですけども、MyJCB アプリがですね、こちらリニューアルされるということで、一応11月になってんのかな、予定としては。こういった感じでね、今のね、MyJCB アプリとね、変わるっていう風になっておりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいてください。YouTube とかでもね、用意されておりまして、非常にね、見やすくなるそうです。またね、スマートフォンアプリですね、ザクラスとかね、コンシェルジュサービスがね、利用できるカードに関しては、このアプリでね、コンシェルジュサービスもね、利用することができるようになるみたいですので、コンシェルジュサービスがね、利用できる、まあ、ザクラスとかね、保有されている方は、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、今ね、リミテッドオファーということで、マリオットボンボイとユナイテッド航空マイレージプラスでですね、キャンペーンやっておりまして、マリオットボンボイのですね、チタンエリートの方、またアンバサダーの方はですね、こちらね、エントリーしていただいてですね、エントリーフォームが、こっちですね。はい。で、ユナイテッド航空またユナイテッドエクスプレスの運航するフライトにね、搭乗していただくとですね、750マリオットボンボイがね、もらえるキャンペーンが来ているって言った感じになるんですよね。で、旅行期間はね、2023年の12月の9日、ということで、結構ね、期間は短いわけなんですけども、まあ、この期間にですね、エントリーしていただいて、優勝でユナイテッド航空の飛行機に乗ると、まあ、一搭乗につきね、750マリオットボンボイポイントがね、もらえるキャンペーンが来ておりますので、まあ、もしね、利用される予定のある方はですね、ぜひね、エントリーしといていただければなと思います。一応ね、反対のね、ユナイテッド航空のステータス持っている方向けのキャンペーンもあるんですけれども、まあ私の動画を見てる方でユナイテッド航空のね、ステータス持ってる人多分いないと思いますんで、ここはね、ちょっと割愛させていただきたいなと思います。
それでは次にですね、心地いい旅徳島ということで、徳島県のですね、徳島旅体験クーポンっていうのは、2023年11月の1日からですね、2024年1月31日まで、開始になるって言った形になります。こちらですね、徳島県内を宿泊した方に、1泊5000円、最大2泊1万円までのクーポンをプレゼントということで、配布期間ね、2023年11月の1日から2024年1月の31日、またね、年末年始は除かれるわけなんですけども、この期間にですね、対象のね、宿泊施設に利用していただくと、一泊につきですね、5000円のね、クーポンが、まあ、もらえるって言った形になります。こちら非常にお得っていう風になりますんでね、この期間に徳島県行っていただくのもね、いいのではないのかなと思います。で、対象者はですね、日本国内に居住し、対象期間内に、徳島県の登録宿泊施設に宿泊された方ということで、またね、2023年10月13日以降に予約された方は、こちら対象で、こちらね、宿泊施設一覧っていうのはまだね、公開されてないっぽいんですけども、今後ね、こちらも公開されると思いますので、ぜひね、こちらもチェックしてください。で、対象外ということで、海外とか公務員の方はまあいいとして、宿泊費が無料、入場による宿泊は対象外、またね、添い寝プランを利用した小学生以下の方はね、対象外になっておりますんで、この点は覚えておいてください。で、クーポン額はですね、1人1泊あたり5000円、休日、平日休日同額で利用することができて、上限ね、1万円2泊までっていった形になります。まあ、こちらもね、ぜひ覚えておいてください。それでは次にですね、こちらね、スターアライアンスの公式サイトになるわけなんですけども、スターアライアンスがですね、なんと2023年10月12日にですね、プレスリリースを出しておりまして、パリのね、シャルル・ド・ゴール空港に新しいスターアライアンスのね、ラウンジをオープンしましたということで、こちらね、パリにですね、新しいね、スターアライアンスゴールドのラウンジがですね、オープンしたって言った形になるんですよね。で、こちらね、世界最大の航空会社アライアンスであるスターアライアンスは本日、パリ・シャルル・ド・ゴール空港に2番目のラウンジを開設しました。10月13日からターミナル1の10番ゲートから38番ゲートから出発する加盟の航空会社のフライトで、ファーストクラス、ビジネスクラス、スターアライアンスゴールドステータスの方を歓迎いたしますということで、SFC の方もですね、こちらね、入ることができるっていうね、ラウンジになります。で、対象となるのはユナイテッドクラブ、エアカナダ、リーフクラブの会員もラウンジにアクセスできますということで、こちらね、1300平方メートルにわたって約300人以上のね、ゲストが収容できるということで、かなりね、大きい、ラウンジっていう風になりますんで、これはね、非常に楽しみですよね。ぜひね、パリに行かれる予定のある方はですね、平井さんがね、スターアライアンスのラウンジできてたなみたいな話をね、してたことをぜひね、覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。こちらね、見ていただくだけでも非常に素敵ですよね。はい、こういった形になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいてください。それでは次にですね、こちら先日ね、動画にさせていただいていただいた三井住友カードのニューオータニクラブビザカードなんですけども、まあ、こちらね、 V ポイントをお得に利用することができますよということで、動画とですね、またこうポイント交換動画をね、出させていただいたんですけども、こちらね、先日私が交換させていただきました V ポイント3万ポイントで、このね、プレミアムクーポン6にね、交換して、この東京ガーデンタワースイート1泊朝食付きっていうね、宿泊プランを予約させていただいたんですけども、で、こちらはですね、これね、ホテルニューオータニの公式サイトなんですよね。ですので、これね、三井住友カードから、まあ、公式サイトにね、リンク貼ってある、ホテルニューオータニの公式サイトなんですけども、こちらにはですね、こう記載がされてますよね。はい、なんですけども、こちらはですね、三井住友カードの景品交換画面でですね、こちらね、ポイント交換の画面なんですけども、こちら詳細をね、見ていただくとですね、こういった形でですね、プレミアムクーポン6ということで、対象はね、こちらになってるんですよね。はい。で、これね、動画のコメントでね、教えていただいたんですけども、まずね、幕張ガーデンタワースイート一泊朝食付きっていうのがありますよね。で、またね、ここ見ていただくと、東京のガーデンタワースイートの朝食付きがなかったりですね。あと、大阪の、これですね、コーナースイート一泊宿泊朝食付きプランですね。こちらもないですよね。はい。こういった感じで、内容がね、異なってるんですよね。
はい、これ教えていただきまして、もしかしたらね、私がね、まあ、9月の20日にポイント交換差し出したはずなんですけども、まあ、そこら辺から変わったのかと思ってですね、ちょっと公式にね問い合わせたところですね、こちらねまさかの誤記載ということで、これね間違った内容らしいんですよね。で、最新情報はですねこちらっていう風になりますんで、まあこちらね前の動画でもねお見せしたと思いますし、概要欄に貼っときますけども、このサイトのねこの一覧が正しい内容っていう風になりますんで、まあ幕張のねガーデンスイートとか記載ありましたけども、まあこちらはね利用することができないっていう風になりますんで、もうこのプレミアムクーまあこのねどのクーポンもそうですけども、このページに載っているねこの特典が正しい特典っていう風になりますんで、こちらはね覚えておいていただきたいななんていう風に思います。わ、私ね本当に速攻解約が来たのかと思ってね非常にびっくりしたんですけども、まさかのこちらはねご記載っていう風になりますんでね、こちら覚えておいてください。それでは次にですね、結構前にねショート動画でね紹介させていただいたこちらね利回り不動産なんですけども、こちらね紹介キャンペーンがですね9月いっぱいで終わったんですよね。こちらね会員登録していただいて、その時にですねメールアドレス、紹介者のメールアドレスを入れていただくだけで、合計ね4000分のワイズコインがねもらえる、キャンペーンをやっているんですよね。でこれがですね、先日ね私もやっとポイント交換できたんですけども、ワイズコインっていうのはですね半分の金額でアズンギフト券にね交換することができるんですよね。ですのでこちら4000分ねワイズコインもらえますんで、2000分のねアマゾンギフト券が会員登録と本人確認だけでね、もらえるっていう風になりますんで、こちらもね非常にお得っていった形になります。特にね取引が必要だったりね電話とかもかかってきませんので、こちらね非常におすすめっていった形になります。で紹介キャンペーンにはですね紹介のねメールアドレスが必要っていう風になりますんで、概要欄にね載せておきますんで、ぜひね利用されたい方はチェックねしていただければななんていうふうに思います。それでは次にですねイオンペイスマホ決済ご利用で 20% 戻ってくるということで、こちら期間がですね2023年の10月の11日から11月の30日ということで、上限金額がね500円っていうふうになりますんで、 20% の上限がね500円っていうふうになりますんで、2500円までの利用になりますけども、利用していただくとですね500円ねイオンペイ残高戻ってくるっていう風になりますんで、このイオンペイがね使えるところであればこのキャンペーンね利用することができるっていう風になりますんで、特にねイオン系列じゃなきゃいけないみたいなそういった縛りもございませんので、ぜひねこちら利用していただければなと思います。キャンペーンの概要ですね、期間中イオンペイのチャージ残高にチャージいただき、イオンペイのスマホ決済を利用していただくと、漏れなくご利用金額の 20% をイオンペイ残高へ還元いたします。キャンペーンの対象になる方ということで、期間中イオンペイ残高に銀行口座またはイオンマークのカード払いでチャージいただいた方が対象ですということで、まあ、イオンのカードでですね、チャージしていただくか、銀行口座からね、チャージしていくか、まあ、どちらでもいいんですけども、まあ、こちらでチャージしていただいて、2500円利用していただくと、500円のねイオンペイ残高はですねもらえるっていった形になります。でまたねイオンペイの残高の還元時期なんですけども、2023年の12月25日頃予定っていう風になっておりまして、今回ねイオンペイスマホ決済でチャージしていただいたお金でね利用していただくんですけども、ポイント払いはですね対象外になっておりますんで、この点はね注意してください。まあこういった感じですかね。特にねエントリーもね必要ございませんので、持っている方はですねちゃちゃっとチャージしてですね利用ねしていただければなと思います。でこちらがね使えるお店一覧っていう風になっておりまして、コンビニとかだったらね、ミニストップ、マイバスケット、ビッグみたいなところで利用することができて、またねこっちはねくら寿司とかも使えたり、牛角とかね結構松屋とかいろんなところでねこのイオンペイ使えるようになっておりますし、またね家電量販店とかでもね利用することができますので、まあ、特にね利用先に困ることはないのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひね今回のキャンペーン利用していただければなと思います。でまたですねこのくら寿司ってありますよね。でくら寿司はですね別途ですね
くら寿司イオンペイスマホ決済でポイント20倍、すなわち 10% 還元キャンペーンっていうのを10月の31日までねやっているっていう風になりますんで、こちらもね併用することができるっていう風になりますんで、ぜひねくら寿司利用される予定のある方はですね、合計 30% 還元っていう風になりますんで、まあ2500円までのね先ほどのキャンペーンになってしまいますけども、こちらもね結構おすすめですので、ぜひねくら寿司利用していただくのもねいいのではないのかなと思います。まあ期間がですね10月の31日くら寿司ね、なっておりまして、先ほどのキャンペーンは11月のね30日までっていう風になっておりますので、ちょっとねキャンペーン期間はですね1ヶ月ね被ってございませんので、この点だけね注意していただければなと思います。それでは次にですね、マリオットボンボイなんですけども、海外のねブロガーの方がねちょっと報じている内容で、こちらね信憑性はねちょっとわからないです。もしかしたら当たるかもみたいなね、まあそういった感じで、一応ねこの海外のブロガーの方ももしかしたらあるかもねみたいな、まあそんな感じなんですよね。で内容としてはですね、このねドクターオブクレジットっていうあの海外のブロガーの方がですね、マリオットの内部文書をね拝見して、スイートナイトアワードとアップグレードの仕込みをね変更はね加えられている、文書がね記載にあったっていうのを、まあ、ブログにしてるんですよね。まあ一応ね海外のブロガーの方は、まあ、未確認ではあるものの、リッツカールトンエディション、プロテアアフロートエレメントなどが2024年以降ですね、スイートナイトアワードってありますよね。こちらに対象になるんじゃないかみたいな、まあそういった話をね、しているんですよね。というのも、このスイートナイトアワードっていうのは、まあリッツカールトンとかね、エディションとかね、使えなかったりするんですけども、まあ今後ね、利用することができるかもしれないみたいな、まあこういった感じでね、言われてるんですよね。まあ確かにね、ハワイのホテルとかスイートナイトアワードね、今まで対象じゃなかった客室がね、対象になってたりね、最近しておりますので、まあちょっとね、もしかしたらあんのかなみたいな感じでね思っているわけなんですけども、まあ、一応ね信じるか信じないかあんた次第ですということで、まあ、ひとまずねこういったね噂みたいなのがあることは覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。リッツカールトンでねスイートナイトアワード使えたらね非常にいいですよね。それではですね、次ね、ポイントインカムの、インカム大使就任プロジェクトということで、私ね、応募させていただいておりまして、私がですね、こちらね、こちらです。アイコンですね。YouTube のアイコンにするのを間違えてしまって、ドトールのコーヒーの写真にしちゃったんですけども、まあ、私もね、立候補ね、させていただいております。で、こちらね、昨日の時点だと私ね、20位ぐらいで、25位までに入ると、このね、インカム大使っていうのに、なれるんですよね。これなれたらですね、まあ公式インカム大使ということで、まあ活動ができるということで、まあ今後ね、皆様にお得にね、案内ができるようになるっていう風になりますんで、ぜひね、応援していただければな、なんていう風に思います。で、どうやって応援すればいいんだっていう話なんですけども、もう本当にね、応援する方法は簡単で、一応ね、ポイント使っていただいてね、応援することもできるんですけども、まあ、そんなことはね、申し訳ないんでいいので、ポイントインカムに、新規登録ね、私の URL とかでした方で、ポイント交換してない方ですね、ぜひね、ポイント交換していただければな、なんていうふうに思います。それだけで OK っていうふうになりますんで、ぜひね、ポイントインカムね、私の URL で入った方でポイント交換されてない方はですね、ぜひね、ポイント交換ね、していただければな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、こちらね、松本清と花王のね、Dポイントのキャンペーンということで、これね、先日私ね、利用してきたんですけども、めちゃくちゃお得だったんでね、ぜひ利用していただければな、なんていうふうに思うんですけども、松清でですね、花王の商品を Dポイント提示していただいて、1回1000円以上ね、買い物していただくと、漏れなく 20% ポイント還元がもらえるっていう風になるんですよね。まあさらにですね、抽選でね、100名の方に1万ポイントもらえたりもするんですけども、Dポイント、上限1500ポイントまでね、20% 取れるっていう風になりますんで、7500円分までね、利用することができると思いますんで、こちらね、非常におすすめです。で、こちらエントリー必須になっておりまして、利用期間がですね、今月いっぱいっていう風になるわけなんですけども、エントリーしていただいてですね、松本清もしくはここからファインですね、1回1000円以上のお買い上げで、このね、20% ね、ポイントバックっていう風になるんですよね。これね、何がいいかというとですね、1ポイントを貯めるおは使うということで、これね、使っても還元取れるんですよね、Dポイント。
めちゃくちゃいいですよね。ですので D ポイント余ってる方はね D ポイント使っていただくのもいいですし、まあ松本清志だったらねクオカードとかも使えますんで、まあクオカードで払っていただいてもいいですしね、まあ普通にクレカで払っていただいてもいいんですけども、こちらね花王の商品ね購入する予定のある方はね非常にお得っていう風になっておりますんで、ぜひね覚えておいていただきたいななんていう風に思います。私はねこれで生まれた子供のねおむつをね大人買いさせていただいたわけなんですけども、まあ花王の商品なんでね結構いろいろありますんでね、ぜひこちらねチェックしていただいて利用ねしていただければなと思います。それでは次にアメリカンエクスプレスなんですけども、まあこちらね一応頭入れといていただければな程度なんですけども、メンバーシップリワードポイントのね交換サイトで、今までですねチャイナエアラインへのポイント交換、まあマイル交換はですね利用することができてたわけなんですけども、こちらはですね2023年12月をもちましてチャイナエアラインへのポイント移行終了いたしますということで、もしね今後利用されたいっていう方はですね、初回の移行の場合はね時間かかりますので、12月の13日まで、もしね2回目以降の方であれば12月の26日までにですねポイント交換ねしていただければななんていうふうに思います。こちらね12月いっぱいでねポイント交換ね、チャイナエアラインのね、マイル交換終了するっていう風になりますんで、ぜひこちら覚えておいてください。それでは次にですね、先日動画にさせていただいたイデアのですね、発行手数料実質無料キャンペーンが今やっておりまして、ポイントインカムとかですね、その他のね、ポイントサイトのこのイデアの案件で、ね、どんどん枯れてきております。今ね、この動画を作っている最中だと、このポイントタウンの案件まだね、残っているっていう風になりますんで、イデアね、発行したいよって思ってた方はですね、ぜひね、早めに発行していただければな、なんていう風に思います。ポイントインカムとかもね、案件枯れてしまいましたので、やはりね、発行手数料がね、無料で利用することができるにもかかわらずね、ポイントサイトのね、還元も取れるということで、今ね、非常に殺到してるっぽいんでね、取りこぼさないようにね、していただければな、なんていうふうに思います。ということで、ちょっとね、今回の動画ね、長くなってしまいましたけども、ちょっと細かい話ね、まとめてね、紹介させていただきました。まあ、個人的にはですね、スターアランスのね、ラウンジがですね、パリのね、空港にできたということで、まあ、次回ね、スターアランスの飛行機でね、パリね、行った時にはですね、ちょっとね、利用してみたいですよね。はい、ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやってますんで、ぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。